地表付近では、図左のヨーロッパ中部の高気圧からは時計回りに風が吹き出し、図右のアナトリア半島の低気圧には半時計回りに風が吹き込み、それらの中間では北風となるエテジアン、トルコ語、メルトム、A、エテシアンとは、ギリシャトルコの英ゲ海沿岸地域で夏季に吹く乾燥した強い北風のこと。エテジア、エテジア風とも言う。夏になると、 バルカン半島やヨーロッパ中部に高気圧、トルコに低気圧が発生しやすくなる。これは冬の日本付近と似た西高東低の配置であり、高気圧と低気圧の間では強い北風が吹くことになる。これがイテジアンである。アドリア海やヨニア海沿岸でも同様の風が吹く。エーゲ海北部では主に北東、中部では北、クレタ島などの南部では、 北西の風となることが多い。5月中旬から9月中旬にかけての間発生する。夏の暑い日、晴天にもかかわらずエテジアンの強風が吹き荒れる日も多々ある。1日のうちでは午後の時間帯が最も強く、夜間は収まることが多いが、1日中吹き続けることもある。一般的に強風の吹き始めには雲が出るなどの予兆が見られるが、 エテジアンの場合は、海水でも吹き荒れる場合が多く、船乗りにとっては危険な風として知られている。エテジアンの風は、最大で風力7から8程度に達し、ヨットや船などは危険のため航行ができなくなる。大陸部の空気発症の風であるため乾燥しており、山越えによるフェーン現象も加味されてきた風であるにもかかわらずあまり寒くない。むしろ高温の場合が多く、 乾燥しているため山火事を誘発させる。一方、エーゲ海南橋のキプロスでは、エテジアンが海の水蒸気を含んで変質し、湿った風になる。エテジアンの名称は古代ギリシャ語で、タウ吹き続ける風、つまり、工場風を意味する、イプシロンタウイータシグマアルファイオタに由来する。そのラテン語表記エテシアエが、英語名、エテシアンとなり、日本語名として使われている。 トルコ名メルトムは、イタリア語の丸ンポから来た、借用語である。地中海東部で広く発生する夏の季節風であり、地中海性気候を特徴づける要素の一つである。地中海性気候を、エテシアンクライメートと呼ぶこともあるほど、ありがとうございます。